曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は大阪府のラジオネームふみっこさんから、関西に住む31歳の女性です。今里帆さんの大ファンの友人とご飯を食べながらお酒を飲んでいます。ありがとうございます。彼女と会うと里帆さんの話になることが多く、いつも話題にこと欠かしません。ありがとうございます。私自身も彼女とよく里帆さんのラジオを聞く機会があり、その優しい声に癒されています。年々透明感が増して、同い年ということもあり、陰ながらご活躍を応援しています。いやー、ありがたい話ですね、本当に。いやでも私もこう同年代の方とね、最近お仕事で会う機会も増えましたし、結構ラジオのねゲストも本当に同い年の子たちが多くて、なんかこうだんだん仲間が増えてきた感じがしていて、なんでしょうね、なんか頑張ってきた者同士分かち合えるみたいなね、そういう空気を最近、特に同年代、特に女性はね、同じなんだろう、喜びもね悲しみもいろいろ分かち合えるので、仲間意識があるんで、ぜひぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。応援してもらえるように頑張ります。ありがとうございます。ラジオネームふみっこさんには、イラストレーター逆さの傘さんがデザインしてくれた番組オリジナルのマグカップをプレゼントします。吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、ゲストは音楽家の青葉一子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。以前来ていただいたのは4年半前ということで、はい、当時のことって覚えてらっしゃいますか？あんまり覚えてないかも。だいぶ前ですもんね。前作キューピーっていうアルバム出した時に寄せていただいたんですよね。細胞が全部生まれ変わっちゃったぐらい昔だ。そうなんです ね。あのちょうど今ねキューピーって出ましたけど、あの私ずっとあの時もいただいた青葉一子さんのキューピーレコードでいただいたんですけど、当時、あれ本当にずっと擦り切れるぐらい聞いてて嬉しい。あの何かをする時、特に、はい、私は台本覚えなきゃいけないので、覚える時とか、家帰ってあのまあ、見なきゃいけないものとかもあるんだけど、もう疲れ果ててて何も見れない時とか、必ずいちこちゃんのキューピー、あとはるか中村さんのレコードもすごい好きで、その2つをずっとリピートして聞いてるんですけど、ありがとうございます。当時私がね覚えてたのはすごい印象的だったのが、まあ、一つはあのキューピーが大水青という、はい、青いがから着想を得てるんですっていうお話があって、はい、大水青を調べて、こんなに綺麗な蛾がいるんだっていうのに驚いたことと、あとはこれちょっと影響を受けたんですけど、はい、美しい日本語の辞典、これを買って何度も読んでるんですって話があって、すごい素敵な辞典だったんで私も購入して読んでるんですよ。 あれいいです ね。お天気の名前がいっぱい載ってて、結構知らない日本語もあるんですけど、何気なく使ってる日本語もめちゃめちゃ素敵に感じていきますよね。そんな思い出があるんですけども、その後も私はずっと勝手に一方的に追いかけております。はい、そんな青葉一子さんですが、はい、まずはですね、大きな変化といえば自主レーベルを立ち上げられたそうですね。はい、そうですね。きっかけは音楽をこう作る、生み出すっていうことは、どこのレーベルにいても変わらないことなんですけど、出来上がったものを聞いていただく人に届けるまでのプロセスの中で、できるだけ自分たちの目の届くところで手をかけて、はい、届けたいなっていう思いから、はい、立ち上げました。あ、そうなんですね。お名前がエルミン。はい、エルミンと言います。これはどういう意味があるんでしょうか？エルミンはフランス語でお古城の意味があるんですけど、私が、はい、子供の頃通っていた学校カトリックだったんですね。はい、で校章にいつもエルミンの妖精のマークがついてたんです。かわいい。その時はお古城の形はしてなかったんですよね。なんかこう十字架のマークの足がちょっと伸びたみたいな。かわいい。みんなエルミンって呼んでて、なんだろうと思って、私の中でその交渉、
はすごく守られるイメージがあったので、うんうん、エルミンって響きを覚えてて、うん、でもう一回立ち上げるにあたり、なんだろうエルミンってって調べたら、うん、真っ白なおこじょで、かわいい、めちゃめちゃかわいい。そのまま採用しました。あ、そうなんですね、とても素敵なお名前ですね、はい、そして2020年12月発売されていましたアルバムですね、はい、アダンの風の制作に没頭されていたと。この制作の時のお話も面白いのでちょっと後で伺いたいんですけども、はいはい、まあ、そこから生まれゆく輪に呼ばれて現在ワールドツアーを行いながら新たな作品を制作されていると、はい、ちょっとこの辺りも随分変わりましたよね、きっと。そうですね、うん、あの弾き語り前回出させていただいた時は、うん、ギターと歌の弾き語りのアルバムのリリースの時、はい、だったんですけど、それ以降自主レーベル立ち上げてから、うん、作編曲家の梅林太郎さんという方がいらっしゃって、はい、彼と共同で制作することが増えました。あ、もちろんソロもリリースしてるんですけど、うんうん、誰かと一緒にこう例えばストリングスとか、はい、ハープとか、うん、他の楽器も入れたプロジェクトっていうのをたくさんやっていて、それが大きな違いですね。そうなんですね。なんか初めて青葉いちこさんの曲を聴いたのが2013年のライブの動画を見たんですけど、はい、機械仕掛けの宇宙を歌ってらっしゃる姿で、やっぱりあの姿が私すごいこびりついてて、なんか孤高な感じというか、うん、だからその音がやっぱり聴いてるとどんどん なんていうんですかね、膨れ上がってる感じがして、シンプルだったところからどんどんこう信頼できる人だったり仲間が増えていかれたのかなっていうふうに勝手に思ってたんですけど。そうですね、うん、海賊船みたいな仲間が増えてきた感じがちょっと音からも伺えますよね。はい、海外の方の反応っていうのはいかがですか？面白いですね、本当に色とりどりなんですけど、はい、最近ワールドツアーしてていろんな場所でコンサートして、はい、会場も日本でやるよりはちょっと規模が大きいとこで出ることが多いんですよね、はい、で年齢層がめちゃくちゃ低くて、はい、10代20代の子がほとんどなんですよ、うんうん、へー、こうオールエイジスとかにして、はい、あのセキュリティの方入れれば、うん、こうちっちゃい子でも入れるようになってるんですけど、13歳ぐらいの子がお母さんと、うん、おじいちゃんとなんか3世代で一緒に来てくれたりとかしてて、うん、嬉しいですね。すごく嬉しい。なんかみんな手作りのビーズの、ね、うんうん、なんかねブレスレットとか作ってくれて、うわ、そういちこみたいな感じ、かわいい。みんななんか友達いっぱいみたいな嬉しい、かわいい、わちゃわちゃしてます。そんな世界があるだなんて。では、はい、青葉いちこさんの曲をお送りしましょう、はい、曲紹介お願いします。はい、メレンゲドールという曲なんですけど、数年前に弾き語りで書いたものを、今年ストリングの皆さんと一緒に、編曲し直して収録したものです。お送りしたのは青葉いちこさんでメレンゲドールでした。いやー、癒されちゃいました。またもやどういう風に生まれたんでしょうか？この曲はもともとある番組のために書き下ろしてた曲なんですけど、はい、それをその時は弾き語りで書いていて、ただそのままあのそーっとしまわれていた曲なんですよ、はい、でもすごく気に入っていて、いつかリリースしたいなっていうことで、あのこの度私のレベルから出して大丈夫ってことになったので、アレンジを加えて、はいはい、ストリングスアレンジでリリースすることになりました。そうだったんですね、はい、もう本当になんか甘い匂いがしてきそうな幸福感に満ち溢れてるようなそんな曲でした、ね、ちょっと寂しい、はい、誰かを待ってる曲なんですけど、寂しいんだけど、その寂しい時間も私のその自分の中では大事な時間、うん、待ってる私、ただ寂しいだけじゃなくて、うん、その1分1秒を大事に生きたいっていうような曲です、はい、なんかこう物語性みたいなものが聞いてるとどんどん生まれてきて、こちら側も想像力を刺激されるですよね、いつも、うん、いちこさんの曲って、うん、制作についても伺いたいんですが、はい、まあ、まずその2020年に
出されたアダンの風ですね、はい、これも私これもやっぱり偶然 YouTube で岩井俊二さんとアダンの島の誕生祭っていうのをライブセッションされてましたよね。そうですね。でリリーシュシュの全てのファンとしてはたまらない映像になってて、でいちこさんは、女優さんとしても、藤田貴寛さんですね、マームとジプシーのカンパニーのコクーン、はい、こちら出演だったんですよね。出演でした。なんかこの時の時間も思い浮かべてフラッと沖縄に行かれたと、はい、なんかこの時のお話ちょっとだけ伺ってもいいですか。はい、アダンの風、そうですね、アダンの風の制作に入る直前、はい、あの石巻の鮎川っていうところで、はい、あの別の芸術祭の制作してたんですよね、うん、リボンアートフェスティバルっていうものなんですけど、はい、そこで鮎川ってクジラの捕鯨が再開された最初の町なんですよ、はい、最近で毎日、ま、毎晩遅くですねに、あのツチクジラっていう、ま、歯が生えてるクジラ、イルカのすごい大きな、うんうん、みたいな形のクジラが取れる、取ったクジラが上がってくるんですよ、うんうん、そこで、ま、解体するところを毎晩夜中に起きて見学させてもらってたんですね、はい、でクジラはやっぱり私にとってなんか歌の先生みたいなところがあるので、その人々が食べる文化っていうのも大事だし、あの生物としてクジラのことをこう美しく大切に思うという気持ちも両方自分の中にあったんですけど、うん、生きてる彼らのところに行きたいって思ったんです、はい、うん、それであのクジラはだんだん冬になると南下していくので、牡鹿半島は北なんですけど、うん、だんだん下に行くから、じゃあ南に行って会いに行こうっていうのがきっかけで、はい、あ、そうだったんですね。沖縄に渡って1月ぐらい、はい、2020年の1月ぐらいから制作始めて、うん、はい、あとはそのコクーンですね、マームとジプシーでコクーンを演劇で出演した時に、はい、うん、あの看護学校の女学生の役だったんですけど、はい、その時にもみんなで沖縄でいろんなガマに入ったりとか、うん、実際そういうところに行って勉強したりしたこともあったので、はい、なんか沖縄っていう場所が私にとってものすごくこうゆかりのある場所になっていたのもあって、うん、引き寄せられるように、はい、行ったら次々と物語の破片みたいなものが散らばっていて、うん、はい、で、まあ、アダンっていう実とよく浜辺に咲いてるんですけど、はい、パイナップルみたいな見た目のゴツゴツした、うんうんうん、アダンとあと実ぶどうをこうすくって、はい、こうやって光に透かせた時のなんかプチプチした感じがこうミックスされて物語が降りてきて、そこから書き始めました。もうなんか私この時の情景を思い浮かべると、なんかアーティストさんとしての青葉さんに惹かれる理由がもうギュッと詰まりすぎててなんかその感性、失われない感性と、うん、やっぱり都会に住んでるとやっぱいろんな音があっていろんなものが目に入ってきて頭の中がこうごちゃごちゃになってしまう時が私は多いんですけど、うん、なんかそういう時にいちこちゃんの曲が引き戻してくれるような感覚があって、っていうのはまあこれは感覚レベルで感じてて好きだなって、だから好きっていう理由だったんですけど、このねエピソードを見てると、このアダの風が、リリースされた時ですね、はい、こんな風に聞いてほしいっていう思いは正直ありませんと、はい、でも心の中にあるオアシス、何かが湧いてくる場所、光が灯ってる部分、うん、あとは自分という海の中に潜る、深く潜ろうとする人たちの物語の背景の音楽でありたいっていうこの言葉がもうすごい刺さってしまい、なんで私こんなにいっぱいいっぱいの時でもいちこちゃんの曲なら自然と聴けるんだろうっていうのが不思議だったんですけど、やっぱ寄り添うっていうことと、うん、アダンの風のアルバム、まあ、さっきも聴かせていただいてたんですけど、やっぱあまりに自然に浸透してくる水みたいな感じがして、なんか不思議な体験っていうか、うん、本当に言葉にするのはとっても難しいんですけど、うん、なんかいちこちゃんがまた次のステージへ行ってこうやって曲作りをされてたりとか、
これまで経てきたもの、このラジオ自体4年半会ってなかったですけど、この間に出会ったものだったり人の影響っていうのを無視せずに、それをも取り込んでものづくりされてるんだなっていうのもすごく感じて、なんかねまた好きになったっていう、はい、感じがすごくしたんですよね。だからこういう失われない感性ってどういうふうに育まれてるんだろうってちょっと今日聞きたかったんですよね。あ、そうだ、あのね、今日、はい、実は、ちょっといや持ち歩いてる、持ち歩くには重すぎる本なんですけど、はい、これあ勉強してて、え、何ですかこの本、え、いいですか、重いですよ、失礼して、そう、あ、ハテルマジマ、ハテルマジマ、何、私がいつも通っている島が、はい、日本の、友人の一番最南端にあるハテルマ島っていうこの島なんですけど、はい、この島からのインスピレーションがやっぱり非常に大きくて、はい、なんか体が勝手に帰りたいって思ってしまうんですね。つい3日前ぐらいまでいたんですけど、はい、あ、そうだったんですね、お帰りなさい海に入ってもこんがり、あ、本当だ、焼けてるそう、うわー、こんな自転を持ち歩くほど引き寄せられてるって不思議ですね、うん、そうですね、なんか最南端なので、うんうん、いろいろ観測所とかもあって二酸化炭素の排出量をこう、はい、測るところがあったりとかするんです、はい、あと漂着するこう海洋ゴミにも発見があったりして、はい、うんうんうん、そう、めちゃくちゃ詳しく書いてありますね。そうなんです。こっちも持ち歩いてる本ですか。こっちも最近ゲットした気候変動についての本なんですけど、なんか自然に対しての興味っていうのが前より強くなってらっしゃいますね、はい、そうです、なんかオタクの域に入ってる自分が本当に音楽家なのかちょっと忘れつつ あるんですけど、なんか体の穴という穴から、はい、毛穴の全部から、はい、なんか生き物の息吹みたいな、はい、ちっちゃな震えてる粒子みたいなのがじわーって入ってくるし、うん、自分の中からもそれがこう更新して出ていきたがってる子がいるっていうのも分かるんですよね。あ、そんなに分かるんですか、うん、すごい、ちょっと研ぎ澄まされてませんかそしてこう持ち歩かれてる本素晴らしいですね。気候変動パーフェクトガイド、はい、世界40カ国300人以上が作り上げた資料集ということで、うん、勉強されてます ね。あのエリさんという、はい、アクティビストの友人が勧めてくれて、うん、私も読み始めたんですけど、ナショナルジオグラフィックが出してる本ですね、うんうんうん、大変わかりやすいです、写真とか図が多くて。へー、ありがとうございますあの映画のサントラ、こちらアミコのサントラも手掛けてらっしゃいますけど、はいはい、あのアダンの風も架空の映画のサントラということで、そうですね、なんか映画とか演劇とかともすごく相性いいですよね、市子さんの曲って。そうなのかな、うん、私すっごいそう思ってるんですけど、はい、だからかもしれないです、本をこう覚えようとするとき、うん、本とこうすごくリンクしてくんですよ、うん、どんどん溶けてくっていうか言葉と溶けるって感じがすごいして、うん、あとちょっとジブリっぽさみたいなのも感じてて、うんうん、いつかジブリの楽曲やってほしいと勝手に思ってるという、はい、それはルーツにも染み込んでるものだと思いますね、すごい素敵です。そして、はい、音楽活動以外のお話で言うと7月から新たな試みも始められたそうですね。そうですね、あのリモリーのプロジェクトというものなんですけれど、うんうん、私もまだあんまり古着のこととかリサイクルがどうなってるかっていうのを勉強しきれてるわけじゃないんですけど、やっぱりアーティスト活動というか、はい、してるとツアーがあって物販を作ることがまあ主流っていうか、うんうん、物販も大事なこう回っていくものになってると思うんですが、うん、どうせ作るのだったらできるだけゴミにならないものだったり、あの消費されすぎないものだったりにしたいっていうことを前から思ってたんですね、はい、でオーガニックコットンにしたりとかそういう買い方はしてきたんですけど、もっとなんかこう誰かの記憶みたいなものを引き継いで
こう物を大事にするあり方ってないかなって思った時に、身近でそういう活動されてる方で、あの雪藤沢さんっていう方がいらっしゃるんですけれど、はい、彼女は、アランニットっていうアラン諸島のニットの作品を作られたりもしてるんですが、はい、白押しをするということも、はい、あのお仕事にされてる方で、はい、古着を持ってきて、はい、そこに新しい箔を押して、はい、またあのそれが誰かの元に帰っていくっていう試みを元からされてる方で、私は彼女のその在り方にやっぱり大変感銘を受けていて、でこの度そのエルミンが主催して私のコンサート会場で物販の横に箱を設置して、はい、みんながこうまだ着れるけどもういらないかもっていう服がもしあったら持ってきてもらって、それにそのレーベルの H のロゴを箱押ししてもらったのを再度あの販売するっていうことをやってみたいなと思って始めたばかりなんですけど、すごい、この活動されてる方いらっしゃらないんじゃないですか。どうだろう、まだわかんないけど、なんか物を大事にしたいですね。わー、すごい、なんかこういうところにも大きな変化を感じます、はい、こちらは青葉一子さんのウェブショップより発売予定なんですね。はい、そして後半は青葉一子さんのライフスタイルについて伺っていきます。以前は旅好きの大家さん自ら内装されたお部屋に住んでいるとおっしゃってたんですが、今はどんなところにお住まいなんでしょうか。はい、今はですね、あのアップライトピアノを友人からあのいただいたんですよ。それこそあの遥中村さんから。え、そうなんですか。はい、へえ、なんかこう誰かの持ち物、もともと誰かの持ち物なんですけど、うん、大事に大事にこう渡っていってるアップライトがあって、はい、遥さんが北海道に引っ越されるっていうことだったので東京に置いておけないから、はい、あの弾いてくれる人探してるって言って声かけてくださったんですよ。あ、引くって、はい、それを迎えたはいいものの、はい、前の下北の家だと怒られちゃうので、はい、そっか、そうですよ。楽器家の物件を探したところ、はい、築50年なんですけど、うんうん、そこの最上階が空いてて、はいはい、そう、上だったらピアノ弾いていいよって言ってくれたんですよね。そこに今引っ越して暮らしてます。そんなぴったりな場所に、はい、ピアノ優先のお家ですね。ピアノ駅で決めましたではお部屋の中どんな雰囲気なんでしょうか。部屋の中は、はい、ピアノの存在感がドーンってなってて、うんうん、その周りにあの島のものが並んでます。わ、かわいいこれはピアノの上です、はい、今画像を見ていただいてるんですけど、今お部屋に置いてある小物たちを見てるんですけども、まずは地球儀があってラジオ、カメラ、これコンパクトカメラだ。コンパクトカメラがあって、絵は どういう絵なんでしょうか。この写真はあの水族表現家の二木愛さんという方がいらっしゃるんですけど、うんうん、彼女が水中の中で海の中で撮ったそのペンギンのペアの、ペンギンってペアになるじゃないですか。かわいい。あ、そうなんですか。そうそう。え、これ本物なんですか。本物なの。かわいい。こんなことになるんですか、ペンギンって。そう、チューってしながら、ね、チューしながら水の中上がっていってるかわいい。こんな奇跡的な写真いいな、欲しい私も、ね、ぜひ見てみてください。二木、はい、さんの写真。二木さんの写真ですね、うん、調べてみます。え、ペンギンがお好きなんですか。ペンギンのぬいぐるみがいて、ね、確かに、あとキウイ、そうですね、のぬいぐるみがいます。なんかペンギンが今集まってますその他に、はい、あのピアノそれ上なんですけど、はい、下にはあのシャコガイとか、はい、大きなシャコとか水ジガイとか、あとはアダンで編まれた帽子とか、へ、クバのうちわとか、はい、あとそのクジラの解体の時にいただいてきた歯とか骨とか、そういうものがこう並んでて、作曲の時にそういうものが目に入るとなんかエネルギーがフィ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 って入ってくるんですか。入ってくる気がして置いてます。じゃあこう海にまつわる子たちがたくさんですね。そうですね。では最後にですね、はい、最近は海外に滞在することも多いと思うんですが、はい、今自宅にいる時のおうち時間の楽しみ方を教えてください。はい、コーヒーも
大好きなんですけど、はい、コーヒーをガリガリして、うんうん、でネルドリップで入れるんですね、はい、なのでゆっくりそれを飲みながら、うん、ベランダの植物を見守ったりするのが好きで、今日も水筒に入れてきてるんですけど、はい、コーヒーが大好き。あとはお風呂で思い切り変な声で歌ったりとかそうだ、ピアノも弾いていいお家だからもう大声も OK です。そうなんです。多分近所の人たちは聞こえてると思うんだけど、うん、でもいちこちゃんの歌だったらね、綺麗だから聞いてたいかも、うん、あ今日も歌ってくれてるなみたいな。なんかドラえもんとかいろんなキャラクターの真似してなんか歌ったりしてるんですよ。なんか社外の一面最後に出てきましたね。それをなんかとか言って歌ったりするとたまに下の階から笑い声聞こえて笑かしたりして、すごい交流が生まれてる。面白いですね。ちょっと笑っちゃいましたけども、うん、でもこうやって久しぶりにお会いしていろんな話聞けて、なんか改めていちこちゃんの素晴らしさを肌で感じてとってもいい時間になりました。ありがとうございます。最後にですね、あんわいちこさんからリスナーさんへメッセージをお願いします。はい、はい、今日は聞いていただいてありがとうございました。お招きいただいてありがとうございます。こちらこそ。新曲のさっき聞いていただいたメレンゲドール、ぜひぜひ聞いていただきたいのと、あとは私のライブ会場で集めているあの古着ですね、さっきご紹介したリモリーノプロジェクトというもの、ぜひぜひあの見つめていてください。頑張ってお洋服大事にしていきたいなと思っています。とコンサートは3日後に、LA でジャパニーズブレイクファーストと一緒にコンサートしたり、絶賛ツアー中ですね、はい、なのでまた日本に帰ってきたらゆっくり日本でも公演したいなと思ってます。こんな感じです。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。今日のゲストは音楽家の青葉いちこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。UR Lifestyle College。はい、ありがとうございます。鬼まんじゅう、私これなんかテレビとかで見たことがあってめちゃくちゃ食べてみたいと当時も思ってたんですけど、未だに食べれてないお菓子です。名前にインパクトがあるんですけど、角切りのさつまいものゴツゴツした見た目が鬼の角や金棒に見えることから鬼まんじゅうと呼ばれるようになったそうです。いやー、どっち派かな、ふかふか派かトゥルトゥル派。でも私やっぱさつまいもそのものを味わいたい派なんで多分トゥルトゥル派ですね。はい、ぜひどこかで食べてみたいと思います。グッドリビングカレッジ、今日は名古屋 ZIPFM の永田玲奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。今日のゲストは青葉いちこさんでした。いやー、いちこさんと久しぶりにねお会いして、こうやっておしゃべりして、なんか前会った時よりもなんかいちこちゃんがこうどしっとしてて、こうなんだろう、成熟確率みたいな強さを感じました。なんかこうこれから何かを発信していく人の強さですね、やっぱり感じて、なんか自分がいちこさんのね曲にいろんな元気だったりとか癒しをいただいてた理由も分かった気がして、あ、引っ張ってもらってたんだなっていうふうに今日感じました。そして、島との出会いだったり生活スタイルが変わったお話などなど本当に興味深くて、これからもまた新しく進化していく青葉いちこさんを追いかけたいなと思いました。そんな青葉いちこさんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばあなたの地元や今暮らしている街の魅力、おうち時間の過ごし方や気分転換方法、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのマグカップをプレゼントします。名前、住所、電話番号を忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。